ボタンを押して始めてください。どうしたんですか先方。さあ行きましょう。まず敗者復活決勝に返り咲くには2試合勝たないといけません。ワンピー側、阿佐ヶ谷テスタメントのおそる七夕聖夜チームは阿佐ヶ谷テスタメント、ツーピー側は愛海学ロボレギュレースメイン、先方はなんと愛海ということですね。今日一番声が大きいですね。今人気者ですな。もう終わりカード後ろから来る。さあしかしアイカイテスタ戦がかなりね得意もしくはやり込んでいるということなのでね、このままでは終わらないでしょう。さあ終わるぞなんてこったい。あーっ2敗ダメ出し、攻めが続く。 75% 50% ビガは空振り4っていたこっちだけ5オンになっております。あー相打ちランズ中央後ろ足払い、うおーかっこいい。これで足払いゼニアスが当たらないキャラに対してもリターンが取れますね。雨足、ああ投げられてついて、おおすげえ。さあ残り体力のとこっから巻き返したい。とりあえず S ジャメダウン奪う。ああチャンペスは惑星当たらず勝ったのはアソヤテスメン。さあそして2人目すぐに出てきました、レギュレースメイ。さあ今回あの対空の 2S とかね結構強いとはいえども、やっぱチャンペースのスタンプはそんなね一方的に勝てるとは難しいんじゃないでしょうかね、イメージ的に。うわすげえ、端からジャンプツイッと足払いからランズ、ジャンハイ網ごと巻き込んで落ちるんですね。もう終わりか。そしてガードが間に合っている。しっかり下げて一本の勝利レギュレスメイ。マイハイを引っ掛けていくがダウンは取れず、マイピーヒット後ろに網がありますが後ろ足払いゼーネスとここはすぐさま飛んでいく解除。青木さんからもう一度クーダーかっこいい。どっちだ、アキーですか。青木の下がコパンが刺さって取り返していく。さあ開幕前ダッシュ強気に行きましたが、ここは前ジャンプ、垂直ジャンプですね、対して立ち系先端で押し返していく。さあ2S 前行く、前ハイスラー後ろ足払いヒット、これは痛い。スタンプ空中ガード。さあどっち表、オーバーヘッドキスの着地点より後ろにアクセプト、しっかり反撃決めてマイピーガード、ガードが硬い。さあここは巻き込んでジャンプ D まで、勝ったのはレギュレスメイ。
はい、では行きましょう。七夕スレイヤー対レギリスメイン。おっと、ジャンハイ、クロスアイツ、K、E、落として、中段、ガード。おっと、持続が非常に長い。スタンプ、カウンターから 2K、2ハイすら前へ、はい、ダブルアップを狙って、2K はガード。そう簡単に崩れないのが、このメイ。非常に硬いです。何が起こったか分かりませんが、とりあえず、レッセブでダウンを奪うでしょう。さあどうなる、中段か、そしてピースでお互いに5番総裁。さあ2S サイク決まって 2S 拾い。さあダメージは伸びませんが次の置き攻め。さあ2軒が通ってバーサカー、どっち、さあ上に逃げるのを見越して前ジャンプ、そしてジャンプハイソルで押し込んで刺していきました。さあジャンプハイソルですね、折り際刺していきます。さあ足払いマンパンチを吊るして立ち足を投げていく。 TS、NS 前へ、はい、さあフィーパイルから見てTS、ジャンケ 2K、D 落として集団ガード TS。 さあカウンターから FB、D ステパイル、ダメージ重視、あと一発。さあ K、ハイスロー通してジャンプ系 IC、 勝ったのはタバタスレイヤー。さあ行きましょう。さあですね、大将となりましたガクロボ、網弁慶と書いてネット弁慶らしいです。さあ画面端捉えて立ち系ミス、ミサイル発射、ミサイル発射。さあ急投げ、さあ非常にいやらしい攻めを見せていくが、ジャンケから K、 昇竜拳これ拾い足かの、バーストもハイスラー青キャンデー対策していきます。 DOT ノーマルヒットだった、助かっている。昇竜4で置き攻めはゲージがない、パイルを打ち込んだが、ここは動かず。さあファイル8系からワンパンチ、5番じゃんけん 2K、 D 落として、マイケ8系、マイピンポッ8系、マッパンチ便利ですね、この技本当に。そして立ち返したらメリオフェルさせません。投げて右サイド重ねる、最大重ねてピッパー、DOT は当たらず、しかし前 K が 2K の上を通っていく。 S ハイスラ、さあガード硬い、強打投げ、しかし飛んだところを捉える、ロボかい、わーっと素晴らしいですね。さあしかし長いぞこれ、すごい火力だ、追いついて、ここは FBD してクロサイズ。さあジャンプス、これ急投げできる人はねすごいですね、大体巻き込まれちゃいますからね。さあ足系から足払い、後ろから速い中段ハイネス、これは D ステを読んでいたか。さあ位置を入れ替えることに成功、ミサイル重ね、タッチ系、タッチピー。さあこれ1点だ、これ
拾い直し、体力一気に奪って、上海カウンターからどっちだ、立ち切れ、立ち切り、逃げす、はじくストーして見えね超低いっすね。さあ行きましょう、ノブソル対ガクロボ大将戦です。勝てば敗者復活、復活決定戦ですね。じゃあね、2段目チョックがこれ美味しい、マスを使っていく。キンエスカウンターからタッチピースかして、ここはジャンプ飛んでいく。さあ助け起き上がりに重ねて、うわー、そういう読みなんだなんだなんだ、大道芸すごいことになっていた。そろそろ時間が危ない気がするが、いい択は通していった。どうなるんだちょっとお互いにちょっとどうしようもない感じで、ダーッと刺さって、さあノブソルワールドが展開しましたが、ここから森か行けることができるか。さあ素晴らしかったですねいい方向に行きますね。見えません、あんなの。やる気ないか。さあ、ガンで。さあ、昇竜体育。ミサイルカウンターから、ここはサクッと取り返していく、ガクロボ、最終ラウンド。さあ、バスを、これは突っかけたか。かなり美味しい。しかし、画面外し。追いかけて、上海ミサイル発射、昇竜拳、あらららさあ、グランドワイパー見ていた、クリーンヒット、 S サイド2敗サイドから落としてしまいましたが、うわっと、まずいぞ。ミサイル、ウルカ、うますぎる、しっかり決めて勝ったな、ノーソル敗者復活決定戦進出となります。はい、では敗者復活決定戦です。あと2試合ですでに決勝進出を決めている遠山のチーム